原爆がその投下された日ですね。で朝からあの覚えてる範囲であの何をしておられたかとか、そういった記憶がありましたらお願いします。あの、あなたたちは、まあ、道具を取りに帰ってきてたんですけど、はい、私は外の軒下へと、分かりますか、家の軒下にね、はい、立ってたんですね。何するためか知らないんですけど、覚えてないんですけど、はい、だったらあの油をかぶったじゃあの、母は話すんですけどね、あのびしゃになったんです、全体全体が、なぜ黒い雨なのか、雨のことで、雨か油か知らないんですけどね、あのかぶって、であのおじいさん、なんか私が覚えてる記憶では、はい、あの爆風で多分あの家の壁とか全部なくなったんですよ。はいはい、だからちょうど、あの家を建てるのに組み立てますよね、はいはい、ね、柱だけ、はい、ちょっとそういう関係だったんです、家が、はような感じを覚えてます、はい、でおじいさんは、あの上でなんかタバコをね、落ちたかなんかで拾ってるような私の記憶にあるんですけどね、その後すぐあの火事になるから、あの裏、土手裏に竹やぶがあったんですよね、まあ、ちょっと歩いて10分ぐらいのところに、はい、そこへみんなであの逃げよういて、あの逃げたんですけど、はい、そこ行くまでに、はい、やっぱり爆風で家の瓦、はい、とか、はい、ガラスとか木とかいうのが、はい、あのロードにね、はい、みんな散らばってるから歩くのが大変だった、大変だったのを覚えてます。でお母さんはその日にあの朝何かあのかぼちゃご飯を作ったとか言って、作ってたんですよね、だからそれを持って、あのその竹やぶいうところに逃げたんですけど、でそこでまあ寝起きするのに、竹やぶだからの切るんですよね、ところどころ、だからあのあれが出てくるないの、そうですよね、はい、そんなのやっぱ覚えてます、痛かったんでしょその時ゾウリハイ何生えてたか覚えてた、ただに逃げるのにね、まあ、本当にガタガタ道を歩いたような感じを覚えてます、切り替わったり、で家はあの焼けました、焼けまして、はい、それであの再建なさいましたか、の父がいない、原爆のすぐ後は、はい、父がいないから、はい、あの父のお姉さんのご主人のところ、うん、田舎があの、美濃地いうところにあるんです、はい、雪町なんですけどね、はいはい、そこへ疎開あのしたんです、はい、雪町で、疎開したんですけども、そこで私が、私とあの下にいた妹がね、はい、赤ちゃんでしたけども、はい、疫痢みたいな病気になったんです、あ、はい、で髪が抜けて、で下痢した、下痢でしょ、下痢ね、知って、髪も抜けた、抜けたいって母が言いますけどね、まあ、私は覚えてないです。そうした放射線の影響を、受けたですね、だから、1ヶ月ぐらいずっと入ってました、でその後もずっとそこにあの、父が帰るまで、兵隊から帰るまで、はそこにお世話になって、だから私の母は本当苦労しました、食べ物がないからね、はい、それであお父さんお帰りになってから、それからもうそこにね、おれないから、はい、あの家が焼けた後へ帰ってきて、はい、あの家を建てる言ってもそんなにお金もないし、はい、どこからどうしたんか知らないんですけど、あのバスをね、持ってきて、はい、バスの中で寝ました、でそのうちやっぱりお金をあれして少しずつ家を建てていったんですけどね、だから当分はそのバスの中で寝起きしてました、ああはい、まあキャンピングカーの中に寝るような、そうですね、でもその原爆が落ちた後、あの配給があって、はい、あの横側にあの市役、あの
あのバンク銀行があったんです、はい、そこでね廃棄をもらいに行くんです、はい、原爆にあった人が、で私もついて行って、であのこの真っ白い壁が真っ黒いんですよ、焼けて黒いんじゃないんですよ、あの人がそこに行くと真っ白になるんです、それ灰なんです、灰がもうバーッとその壁にね、だから何か私らもらってそっち行くでしょ、とパーッと白になるの壁が、そのぐらい灰が湧いて、だから怪我をするとここにウジが湧いてた。でやっぱ覚えてるのにあのちょっとボロを下げたような感じなんです、皮膚が、あの焼けてね、垂れ下がり、そんなの覚えてます。だから本当に地獄ですね。いやそうですね、はい、まああのどうでしょう、そのあの小学校に上がってからどんな具合ですか。あのちょうど大柴小学校でちょっと何マイルなのか、3、4ブラックのぐらいのところにあの小学校があったんですよね、そこに上がった時もあの、まあ、アメリカから、あのレーズンとかいうのを、あのくれ、送ってくれたんでしょう、だからそれ杯一杯ずつみんなもらったりして、いうのそれで外で暮らす、外であの、全部使えないから、交代で半分は中、半分は外あ、授業もじゃあ外で、外で、で、そのレーズンもらったり、で、ちっちゃいあのソーイングキットみたいなのね、ああいうのもくれてましたね、あのもらったり、で、あの何かつあの畑を作って何か芋とか何とか植えるんですけど、人骨が出てくるんです、骨が校庭の中にね、それいうのはあの原爆が落ちてあの亡くなる人が多いでしょ、だから校庭のあのコーナー角にね、そこで焼いたんです、死んだ人、だから臭かったのを覚えてる、匂いがなったんですね、だから私が小学校上がった時にはやっぱそういうあれでしょ、人骨が出てました、校庭から、すさまじいですね、そうですね、だから恐ろしい油断もありましたね、あの小学校、そうすると同じ小学校でずっと、そうです、どうですか、暮らし向きはだんだんとこの良くなっていくっていうことは感じられましたか。私なんかはやっぱ原爆になってるから貧乏でした、やっぱりね、だからあの勉強道具も、あの習字とか絵 の、あの図工とかいう時間になると、あのみんなに一個ずつ買ってもらえなかったから、一つを兄弟が回してましたよね、だからそんなに楽じゃなかったと思います。その中学校はどちらの方？中学はあの横川の方に、あの中広中学ってあるんですけどね、そこに行きました、だいぶあの小学校と中学校が変わりました、あの気持ちもそうですけど、あの生活面ですか、少しは、まあ、あの変わりましたけどね、で中学の後はでもその時でもあの原爆にあった言うと、あのよそから来た人は変な目で見るんです、その当時その中学生、あの同じ広島です、広島でも、あの会ってない人もいましたからね、その頃はもう、よそから入ってきたりして、だから原爆にあったことは一切言わなかった、それだけちょっと嫌な気持ちがありましたね、やっぱり差別がね、差別いうか、で、あの結婚しても、あの夫婦が生まれるとかいうね、そういう話があの頃日本ではよく話してましたよね、だからもう原爆言ったら一切もう言わない言ってから話してましたよ、私なんか。
これから若い世代、あるいはそのアメリカ国民にその原爆についてお伝えしたいというようなことがございましたら。そうですね、やっぱり自分が原爆に遭ってるから、はい、もし私の子供とか孫とかがまたそういう目に遭ういうことはやっぱりしてほしくないね、思いますよね。だから戦争はもうやってもらいたくないと思います。いやいや、本当に今日はお忙しいところありがとうございました。どういたしまして。